次の曲ですが、ミセスグリーンアップルさんの点描の歌という歌です。チャレンジですが、もし分かる方はご一緒にいただきます。
しい感じの曲を最後に。小倉真希さんのラララという曲です。サビの部分でラララというところがありますが、皆さん一緒に手を振っていただけると励みになります。大丈夫です。一番好きは。我が本番です。